はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いします。ふ同じじゃねえかっていう。そうそう、絵面がね、すべてにおいて、はい、そこにボスの声がもうすでにしてますけど、いや、これなんで同じか、これ前回、いや、前々回の御殿場の動画から気がついた方いらっしゃいますかね。触れてなかったんですけど、あれ気がついた人います？いつもあそこ、グッチのフォトフレームというかをね、置かしてもらってるんですけど、何この箱っていう話ですよ。いや、これをちょっとスタジオに持ち込まれたんで、何持ってきたのかなと思って。もうこれぞ散財の極みじゃないですか。いや、これ。まあ、もちろんこう話だけはちょっと今さらっと聞いたんだけど、はい、なんだっけこれ。宮下パークで1周年限定スケートボード、うん、一番いらねえやつ。何個限定？100個。日本で？日本しかないっす。もちろん宮下パークなんで。ああ、そうか、あ、そうか、そこだけで。そのお店。そうか、そういうことか、はい、そこの店舗限定ってことだもんね、はい、世界に100個しかないっす。これ多分、まあ、このチャンネル史上初ですよ。そういう、これぞ散財というにふさわしい散財だよね。使い道のない、まあ、まあ無駄遣いだよ。そうだね。いや、違うんですよ。ちゃんと僕の中では飾るもんだと。これが一番多分ウェアより持つかな。ああ、まあ確かに消えないかもね、はい、うん、確かに。開けていい？どうぞ。いや、これは目にする機会ないんじゃないの。そうだね、実物買った人はなかなかいないんじゃないですか。なんかこんな感じで、すげえな、専用バッグってことこれ。そうです、ステッカーまでついてくる。それは僕も知らなかったです。かわいい、これね、オークションで売れそう。売れそうなんで、ね、非売品ですからね、もちろん。偽物みたいだ。いや、それはびっくりしました。それは嬉しかったです、僕も開けた瞬間に。じゃあ出してきますよ。すごいな、何が入ってんの？なんか、トリセツ？スケボーにトリセツいる？これ。これわかんないけど、入ってます、いっぱい。そうですね。同じのいっぱい入ってるけど。なんだかよくわかりませんけど。うわ、すごい。専用バッグ付き。これ。可愛くないですか、これ。いや、可愛いけどさ。まだ値段に触れてないけど。はい。じゃあ出しますよ。お、すげえ、さらに。そう、さらにです。ちゃんと厳重にね、ケースついてるんですよ。これは、あ、ここ開けるのね。はい。チャックを。うわ、すげえ、これ。ちゃんとしたスケボーっす。いやいや、この板のさ、うん、横が、うん、すごいでしょ。うん、ちゃんとそこまで凝ってるんだよね。これもう横がグッチじゃん。そう、普通はそんなとこ積層にはもちろんなってるんですけど、デザインもこの人からだけなの。そうです。ああ、なるほど。このウィールにね、このグッチと、でこっち側、このデッキパッド。いや、俺スケボーやなんかで詳しいことは分からんけど、まあスケボーとしては大したことないと思うんですけど。リミテッド、ここ映ってるかな。15番です。もうちょっと近づけていただいた方が。はい、そうなんです。それがシリアルが入ってます。いいじゃん、なんか釘のいい番がある。そう、あのね、実は選べたんです。ああ、そうなんだ。はい、あの、じゃあ23番なかったの、ね、なかったんですよ、ね、残念ながら。やっぱそういう釘のいい番号は取られてしまってて、15はちょっと好きな番号、その3ぐらいだったんで、うん、すごいこれね。いくら？20万税抜き。マジ？いや、正直スケボー単体だったら僕絶対買わなかったんですよ、うん、その専用のバッグが付いてるっていうのが熱くて、うん、スケボーやりますし、一応こんな体ってですけど、うんうんうん、ああ、使
使う？いや、Mac が使ってもいいかなと思います。それはさすがにウィルンが傷つくのは嫌なので語ると思いますけど。そうだよね。だってさ、このベアリングまでだもんね、ロゴ。そう、これがすごいなと思って。そう、すべて。いや、まあ、20万だからな。トラックのとこにもグッチって入ってるんですよね。そうそう、全部入ってる。ね。そう。すごい。置けるのかな。置けるわ。ああ、本当だ。大丈夫？大丈夫ですけど、宮下パークは映ってないです。ああ、しょうがないな。そうですね。グッチは分かる。いや、すごい。これはなかなか目にする気が。まあ、お店のね、つながりがない方は、まあ、もちろんアナウンサー出たと思うんですけど、皆さんにも。うん。いや、なんせ100本じゃん。そうなんですよ。だから僕知ってたんですけど、うん、これとまあ同時にあの時計も2種類出てるんですけど、うんうん、そっちはなんか時計だから皆さん多分買われる方多いと思うんですけど、うんうん、まあ、時計は正直面白くないですし、うん、やっぱスケボーやる身としてはこれはと思って、でなんでこれ買えたかっていうと、うん、御殿場のそのスーパー担当者から、うん、特別に案内が来まして、あ、アウトレットの方から。そうですよ。ああ、なるほど、そっち経由だね。そうなんです。だからそういうアウトレットの担当者の方でもプロパーとつながりがあれば、うん、あのこういった限定ものとかも実は紹介がいただけますよってことがお伝えしたかったっていうのもあります。なるほどね。すげえな。いや、これはちょっと、これ本当に何にも話聞いてなかったから、え、これは黙っとけって言っときました。何度にも言わないでって言って、うん、聞いてなかった。はい、びっくりさせようと。すいません、待てねえよ。住める、それが飾れるうちに住みやがら。いただきもんばっかりで、いや、これ枕にしてもいいかなと、高さ的には。ジャリジャリで頭削れんぞ。いやー、これなかなかすごいもん見せてもらったわ。で、今1年、まあチャンネル手伝ってもらって半年ぐらいかな、多分ね。そうですね、僕が退院して出てきてから半年ちょっとだよね。なんだかんだいろいろずっとネタ提供からしてもらってるけど、いやー、これ一番強烈だったな。でしょうね。うん、無駄さ加減で言うと。一番使わないもんですからね。そうそう。飾るもんですからね。すごい。で、僕が本名ばらすのもあれなんですけど、その宮下が。あ、だってホームページ、ホームページ出てますからね。それもあるんですよ。そうそう、なんかもう、宮下パーク、でも、別に公演の主催者がね、関係ねえけど、まあ、わからんでも。昔からね、まあ、ね、やっぱり縁は感じてたので、まあ、いや、これ。なんとなくね、あれちゃう。はい、ついついっていう、だって、名前入ってるんですよ、その板に。うん、そうだね、言えてるわ、確かに。はい。そうだよね。いやー、これすげえ悩みましたけどね。名前入りでカタカナでグッチは日本しかねえだろうと思う。いや、今回はほんとすげえの見せてもらいましたねえ。お届き、はい、お金に超困ったらどなたかあの言っていただければいいじゃん、あの会社のホームページに出す。そうだね、グッチありますって。いや、ありがとうございました。いい、本当にいいものを見せていただきました。いや、これは本当に多分触れることないと思うんで、普通にいたら、はい、そうそう、まあ今ほらお店もなかなか行けないしさ、ただでさ、僕ね、もちろん気にはなったんで、本来であればね、自分で渋谷なんか見に行けるんですけど、まあまあこういうご時世で、まあ諦めてたところにそういったやっぱりつながりでご紹介をいただけるので、うん、なるほどね。で、あのアウトレットからでもプロパーの商品とかアテンドしていただけるんですって。ああ、なるほど、ものが分かってるからね。そうなんですよ、グッチってやっぱ直営店もアウトレットも全部共通で、うんうん、その誰が一番その担当者で売ってるかというか、売り上げてるかで担当って決まるんですって、うんうん、だからその人に言えば何でもグッチの中ではお買い物が任せてくださいって形になるそうなので、なるほどね、まあ、そういった形でご利用いただいても十分いいんじゃないかなっていう。なるほど。ということでね、今回はちょっとアウトレットのネタではないんですけど、これも一応アウトレット経由でプロパー品として購入しているということで、はい、スペシャルなアイテムをご紹介をさせていただきました。はい、
いや今後もボスがねこういうのやってくれそうなんでぜひあのチャンネル登録いただいて。いや俺はないよ、俺はない。もうねこれが最後だろうと思ってます。もうだからこれがあったんで先日上げさせていただいたあのこちらに映ってるレザーブルゾンをすごく悩んだんですけど、ね、はい、まあまあそんな形で購入品も含めてね、また楽しく情報を届けてきたらなと思います、はい、ぜひねチャンネル登録いただいてあのグッドボタンを押していただける方ぜひグッドボタンも押していただけたらなと思います。いや今日もねボスネタ提供ありがとうございました、はい、皆さん本当に最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。